テイルズ・オブ・ジアビス、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、バンも倒して、ようやく平和になったかなっていうとこなんだけど、そうでもなさそうだよね。ラムダスだっけ？旦那様から止められておりましたが、ルーク様宛てにお手紙をお預かりしております。ハリー・ポッターみたいなことになってんな。なんで父上がそんなこと？公爵家の跡取りとしてふさわしいお方とだけお付き合いなさるようにとの旦那様のご配慮です。本当の跡取りは俺じゃなくてアシだってお前も知ってるだろう。手紙を貸せ。仲間からの手紙を手に入れました。ガイとアニスとティアか。アシからなんて来るわけないか。来てたら親が見てるよな、多分。ご主人様、アッシュさんに会いたいですの？外郭大地を下ろした時手伝ってくれたのはあいつだし、本当なら今ここにいるのは俺じゃなくて、俺があいつみたいに声を送れればいいんだけどな。前に一度できたきりだし。そういえばご主人様、バンさんを倒してから頭痛いって言わなくなったですな。そういやそうだな、アッシュだけじゃなくてローレライの声も聞こえなくなったもんな。アッシュ、ルーク、鍵を、その鍵、私を解放してほしい。本当にいいのかな。栄光をつかむ、私を捕らえよう。私、そういえばあれきりか。解放とか全部無視できてるけど大丈夫？まあいいや、行くぞ。いいの？皆さんに会いに行くですの？なあ、さっきの父親たちの話も気になるし、みんなの意見を聞いてみるよ。港だな。にょん。シェリダンに行くんだ。アルビオールを借りにさ。みんなどうする？そうだよね。どうするのかな。皆さんに会うの久しぶりですの。楽しみですの。そうだな。随分会ってない気がする。あれから皆さんどうしてるんですの？ティアはユリアシティでテオドーロさんの手伝いをしてるんじゃないかな。ガイのやつはジェイドと一緒にグランコクマにいると思う。イオンは同志としてダートにいるだろう。アニスも結局フォンマスターガーディアンに復職したらしいから、ナタリアはキムラスカの使者として各地を巡ってるって話だ。忙しそうですの。そうだな、何もしてないのは俺だけだ。大丈夫ですの。ご主人様はちゃんとご飯食べてたですの。ミュ、フォローになってね。ちゃんとミュウっていうのがもうなぁ、何回も言うけど好きだわ。待てよ、アルビオールを借りるっつってもノエルの力を借りないといけないのか。ご主人様は操縦できないんですの？ガイならもしかしたらできたかもな。俺は何もできないダメ人間だ。そんなことないですの。僕にブタザルって名前をつけてくれたですの。ごめんな、嫌な名前をつけて。豚猿って感じなんだよな、こいつ。なんか悪意を持って言ってるわけじゃないんだな。いや、悪意あんのかな。でもなんかそういう、うん、リュークなりのやっぱイメージを持って言ってたな。よし、港か。ちょっと話してみるか。ご苦労様です。うん、定型文しか話さないんだもんな。うん、ご苦労様ですって言ってくれ、まあ言ってくれるだけマシか。敵扱いされるよりはまあまあまあって感じ？やばいな。ちょっと迷い始めてんだ。
でも普通に謝れるようになったね。めちゃくちゃ嬉しいわ。なんかリュークの成長めっちゃ嬉しいな。最初本当にこいつ好きになれんのかなってってか全員に対して思ってたところがあったからさ、やっぱちょっと嬉しいね。嬉しいよ。港ってどっちだっけ、こっちだっけ。こっちじゃないか、違うな、あっちから下だっけ。でバチカル改めてすげえとこだよな。なスコアがなくなるなんて考えられないよな。楽だろうけどな。やっぱこれから何を頼りにすればいいのか不安にたまりませんわ。多分スコアがない俺たちだからそう思うだけであって、あったら本当にまあ楽だしな。そうすれば幸せになるって分かってんだったらそうするし、そうできないってなった時の絶望感たるやって感じなんだろうな。さて行くか、連絡船に乗ります。ご主人様、皆さんのお手紙読まないですか。ああそういえば、あ読んでみるか。あーティア最後に読みたい。アリス、やっほールーク、アニスちゃんです。っていうか超退屈だよ。相変わらずイオン様はぼやーっとしてるし、周りはしょぼくれたジジイしかいないし、アニスこのままじゃ生き遅れちゃう。なのでルークがどうしてもって言うならいつでも公爵夫人になってあげるからね。旅費を送ってくれたら遊びに行ってあげちゃう。船は豪華客船プリンセスナタリア号の特別室でよろしく。相変わらず目が滑る。目が滑るって表現いいな。ルーク元気にしてるか。俺はピオニー陛下のご厚意でグランコクマに屋敷を構えてなんとか生活している。俺も一応貴族なんで貴族院にも顔を出すようになった。もっとも今の仕事は陛下の飼ってるブウサギを散歩させることでね。ブウサギ、使用人プリはお前のところと変わらないぜ。あの陛下を相手にしてるとお前が懐かしくなる。ぜひこっちにも遊びに来てくれよな。ブウサギ散歩。ティア、外郭大地が降下したことでユリアシティは一時混乱。このユリアシティとローレライ教団上層部との関連が末端の教団員にも知られ始め、祖父テオドールが新しい体制作りに奔走中。兄バンの罪はすでに死亡したこともあって伏せられて葬儀が執り行われたが、一部オラクル騎士団員が教団から離席し姿をくらました模様。全ての鎮静化にはまだ時間がかかると思われる。報告書じゃねえか。あの手紙なんて書いたことがないからおかしかったらごめんなさい。これじゃ報告書だそうだね。世界のあまりの変貌ぶりにあたしはついていけんよ。なんかあれだな、さくらももこの声で再生されるな。フィールドへ。これ今どこだ、どこあたりだ。セリダン港か、セリダンか。とりあえずセリダンに行けばいいのかな。あっちだよね。あー戦いたくねー、一人なんだってこっちは。回復もねえし弱っ。あった、
よいしょ。よいしょ。いてほい。よいしょ。回復するほどの敵ではないけど、やっぱ一人だとめんどくさいな。余裕だぜ。一人で言うのも寂しいな。やっぱ仲間と一緒に旅してよ。早く集めてくれ。とりあえずここに誰かいるってことはないよね。貸してください。アルビオール借りてもな、人も借りないといけないしな、大変だよね。なんじゃ、お前さんもアルビオールを借りに来たのか。もってことは誰か借りに来たんですか。お前さんにそっくりのアッシュと言ったかの。どうしてもと押し切られてな。3号機を貸してやった。いつですか。一月前ぐらいかの。ああそうそう、外郭第一降下作戦の頃じゃ。ラジエイトゲートへ行くと言っておった。そうか、俺を助けてくれた時だ。その後は何か言ってなかったですか。どこかへ行くとか。いや、アッシュさんならユリアシティに行くと言っていましたよ。3号機は兄の銀次が操縦しているのですが、この間戻ってきた時に次はユリアシティへ行くと。あ、銀ちゃんが操縦してんの。そういうことらしいわい。で、アルビオールだったな。ノエル、飛ばしてやってくれるか。もちろんです。ありがとう。ノエルにはいつも迷惑かけてるよな、俺。そんなことありません。私は空を飛ぶのが好きですし、またご一緒できて光栄です。できた子だよ。私、アルビオールを外に運んでおきますね。え、もしかして好きなの。ところでどこに行くつもりなんだ。そういうこと。みんなを訪ねに行きます。アッシュさんを追いかけるならユリアシティへ行くですの。ティアさんもいるですの。勝手に決めんなっつーの。なんじゃ、てっきりプラネットストームの活性化のことかと思っとった。そっちにも話が行ってるのか。うん、今はまだ大丈夫だが、これ以上プラネットストームの威力が激しくなるとタルタロスでは近くの振動を抑えられないかもしれぬぞ。そっか、ユリアシティに行ったらそのあたりも聞いてみるよ。結局行くんだもんな、ユリアシティ。アッシュのやつ、ユリアシティに何の用があるんだろう。行き先が分かってよかったですの。そうだな、ユリアシティにはティアさんもいるし、ちょうどいいですの。何がちょうどいいんだよ。みょ、ご主人様、ティアさんに会いたくないですの。ティアに会いたいっていうか、みんなとだな。ティアさんに会いたいですの。ティアだけじゃねえっつってんだろ。とっとと行くぞ。アッシュがどっか行っちまったらまた面倒だろうが。みょ、何怒ってるですの。なんか今日のお前ムカつく。わけがわからないですの。思春期なんだよ。あ、どうも。君もこの子も連れてってきたらいいのにね。ミュウにも友達がいるだろう。あ、でもそうか、あのなんか輪っかみたいなやつ持ってないと喋れねえのか。そうか、あれ量産できたらいいのにね。あの輪っか、アルビオールの機能が強化され、一度行ったことのある場所に自動操縦で瞬時に行けるようになりました。ほーちょい、ありがたいね。あ、これ売ってるものまで出るんだ。へえ。自動操縦、はい、便利。
もうちょっと早めにやってほしかったみたいなところはあるけどね。あ、なんか、あ、そっか、外角がないから空が見えるのか。ほー、久しぶりですな、ルーク殿。ご無沙汰してます。ユリアシティはどうですか？少し混乱したと聞きましたけど。ユリアのスコアから外れた世界がどうなっていくのか、この町の人間は順応できるのか、いろいろと心配していましたが、まあなんとかなっているようです。ところで今日はどういったご用件で？あの、最近アッシュが訪ねてこなかったかと。ああ、彼なら少し前に来ましたよ。近くへ行く方法はないのかと聞かれました。近くですか？どうして？ローレライがどうとか詳しいことは話してもらえませんでしたが。ローレライ、アッシュ、ルーク、鍵を、その鍵で私を解放してほしい。栄光をつかむ、私を捕らえようと。ば、あの時聞こえた声と関係があるのか。だからあいつはバチカルに帰ってこない。ご主人様、どうしたですの？あ、いや、なんでもないよ。あるいはアッシュ殿もプラネットストームの活性化を気にかけているのかもしれませんな。近くの振動はそんなに危険な状態なんですか？いえ、今すぐどうということはありません。そのあたりはティアが同志イオンに報告するため書類をまとめています。気になるようでしたらティアに聞いてください。ティアにね。ティアなら自分の部屋にいるはずです。そうかい。自分で聞いてくださいみたいな教えてくれてもいいのにな。アッシュのやつ何やってるんだ。あいつこのままバチカルの家には帰らないつもりなのか。わかんないですの。近くにローレライにプラネットストームか。やっぱ俺だけじゃさっぱりわからねえ。ティアさんに聞けばわかるですの。報告書をまとめてるみたいだから、きっと何か手がかりを持ってるだろう。とにかくティアに会わないとな。はいですの。はい、ということで、じゃあ次回ティアのとこに行きましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。